どうも皆さんこんにちは、チャクワスです。今私は、JFK 空港ターミナル5番に来ております。本日はですね、アメリカ国内のね、国内線、ジェットブルー航空でこの JFK からね、バッファローまで、行きたいと思います。今回はね、1時間20分のフライトということなんですけども、今回ねこちらね、ジェットブルー航空私初めて乗りましたね。今回ね、簡単なレビューねさせていただきたいと思います。それではねもうチェックイン、しておりますんで、これからね手荷物検査の方に行きたいと思います。で JFK 空港のねジェットブルーのカウンターこんな感じでね、かなり大きく、なっております。こんな感じですね。それではね手荷物検査を受けて制限エリア内にね行きたいと思います。アメリカのね国内線でも私いるかどうか分かんなかったんですけども、 ID がねやはり必要ということですので、パスポートをね持ってかなきゃいけないですね。よかったって感じですね。それではね行ってみたいと思います。それではね手荷物検査を受けていきたいと思います。それではね制限エリアに入りました。5時半のフライトで今ちょうど5時ぐらいなんで、もうね早々とゲートの前に行きたいと思います。ちょっとね、今回ジェットブルー航空ということで、ラウンジ等々もね、利用できる、まあ、あるかどうかも知らないんですけども、利用できませんのでゲートの前に行っちゃいたいと思います。いやアメリカの国内線、初めてなんでちょっと楽しみですね。でもやはりこのターミナル5番の国内線、かなり小さい感じですね。もう出国審査を終えた場所から、まあ、ゲートまでね、まあ、今回ゲート4番ということなんですけども、すぐですね、近くていい大きいところは大きいですからね。それではねゲートの前に着きました。こちらですね、バッファローニューヨーク、こちらに、乗っていきたいと思います。あと20分ぐらいで搭乗開始となりますので、ここら辺で待ちたいと思います。それではね搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。それではね無事搭乗することができました。こんな感じです。 E190 で今回はね、ジェットブルー航空ということで、座席はね1時間半ぐらいのフライトなんですけども、ちゃんとモニターがついてますね。でクレジットカード切れるようになってるんですかね。ちゃんと読み取り機もついています。で足元はねこんな感じ、まあ、ちょっとカバンを置いてしまってるんでちょっと申し訳ないですけども、かなり広いですね。結構足が伸ばせそうな感じとなっております。で今回は 15A ということで、座席配列は 2-2 っていう感じですね。で機内の様子はこんな感じとなっています。それではね座席には一応こんな感じであれがあるんですかね、イヤホンジャックも、こっちにイヤホンジャックがついてますね。でこちらがチャンネル合わせるやつですね。マップとかも見れるみたいですね。でこんな感じで、リクライニング、あちょっと倒れますね。こんな感じ でアップにするとこんな感じですね。まあリクライニング倒すことは多分ないと思うんですけども、まあちょっと倒れる感じとなっています。いや思ったより広くて良かったですね。もっと狭いかと思ってたんで。で外の景色はこんな感じとなっています。 JFK 空港はまだ5時ということで、日の出が7時ぐらいなんでまだね辺りは真っ暗ですね。隣にもジェットブルー航空の飛行機が止まっています。それではね、もうしばらく飛行機が動くまで、待ちたいと思います。かなり天井近いですね。もう手で普通に届くぐらい天井近いですね。私のようにねそんなに体が大きくない人だったらいいと思うんですけども、外国の方だったら結構窮屈かもしれないですね。かなり天井低いですね。それではねジェットブルーの、ジェットブルー航空のトイレに来てます。まあ、国内線っていうこともあってね、かなりコンパクトな、お手洗いとなっています。とはいえちゃんとついてますね、ベビーのシート替えとか。
あとこちらお手洗いです。ちょっとねお手洗いが綺麗じゃないんで、お手洗いは、ちょっとね映すのやめとこうと思います。まあこんな感じとなっております。まあちゃんとね、ハンドソープはついています。見えますかね、飛行機の電気が落ちましたね。こんな感じで真っ暗です。それではね、本来6時5分発なんですけども、今6時半、もう25分ぐらいねディレイして、今ねまだコックピットの扉が開いてなんかいろいろやってるみたいな感じなんで、もしかしたらかなり後待つかもしれないですね。いやこういうトラブルね私も初めてなんでびっくりですね。さっき一気に電気落ちましたもんね。あれ上空で起きたらって考えるとちょっと怖いですよ。もしかしたら飛行機はチェンジになるかもしれないですね。それではね、間もなく7時ぐらいになる頃なんですけども、まだね飛行機は動きません。電気はね復旧したんですけども、残念ながらね復旧の目処は立ってなさそうですね。まだコックピットも開きっぱなしで、パイロットの方がいろいろしてます。ちょっと一回停電したっていうのはね状態でまた同じ飛行機で空を飛ぶっていうのは結構スリルですよね。さあ一体何時に出発できるんでしょうか。どうでしょう、こればっかりは分かんないですね。今ね7時10分ぐらいになったところで、どうやらねこの飛行機で飛ぶそうですね。シートベルトとね座席の位置を戻してくださいという案内がありました。いやちょっと一度停電になったこの飛行機で果たして飛べるんでしょうかまあ、ひとまず、パイロットの方が OK と言ったらもう私たちがもう乗るしかないですよね。どんなフライトになるかちょっと楽しみですね。それではもうしばらく飛行機動くのを待ちたいと思います。それでは飛びます。それではね、無事離陸することができました。いやーかなり綺麗ですね。それではね、機内サービスが始まりました。クッキーとねコーヒーをいただきました。まさかねこんな並々のコーヒーが来ると思ってなかったんでびっくりですね。これはありがたいですね。あとこちらのクッキーですね、一緒にいただきました。もう短時間のフライトでこういうサービスがあるのは素晴らしいですね。アルコールを頼んでる人もいましたね。それではいただきたいと思います。ではいただきますね。いやこの国内線の、しかもね短いフライトでアルコールまで提供してるってすごいですね。これクッキーです。
くなりそうなぐらいの量ですね。それではちょっとゆっくりしつつ、1時間から2時間ぐらいのフライトゆっくりしたいと思います。まもなく、到着となります。やはり1時間ぐらいのフライトでしたね。バッファロー手前の上空はこんな感じになっています。ちょうど雲の上を飛んでいるということでかなり綺麗ですね。いやコーヒーがね量が多すぎて飲みきれなかったですね。それではね、バッファロー空港に到着いたしました。まあ、なんだかんだありましたけども、無事飛んで、無事着陸できてよかったですね。飛行機が止まるまでね、しばらく待ちたいと思います。それではね、バッファロー空港に到着いたしました。今回ね1時間ぐらいのフライトだったんですけども、ちょっとね、停電とかね、遅れとかありましたけども、まあね、短いフライトの中でも、コーヒーとねクッキーのサービスなんかもありまして、まあ、アルコールも注文可能ということで、とても良かったですね。初めてねジェットブルー航空利用させていただきましたけども、とてもね満足のフライトとなりました。今回はねちょっと乗り継ぎがもう迫っているので、ここで最後ね撮りたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。